日々のハカフカ。え日々の母、もう一回。嘘でしょ、嘘でしょ。日々のの母、緊張してるもんね。さあ日々のカフカ、怪獣八号役を演じます福西雅也と申します。本日はよろしくお願いいたします。イエーイ。はい、アシロミナの声を担当しております瀬戸あさみです。よろしくお願いします。市川れの役の加藤渉と申します。よろしくお願いいたします。はい、篠宮キコル役のファイルーザイです。今日盛り上がっていきましょうね。はい、星名宗四郎役の川西健吾です。どうぞよろしくお願いいたします。盛り上がっていきたいんですが、まず、はい、どうですかこの AJ ステージ。作品としては初めて立たれますもんね。そうですね、はい、完全に初めてのステージです。まあ、ライトが緑色に。あ本当だ、怪獣八号の色だ。そうだですよね。瀬戸さんどうですか、お客さん見て。あ、みんな緑色で、あの怪獣になっちゃったのかなみたいな。映っちゃった。すいません、その意図があるのかないのかちょっとわかりませんけれども、はい、でも、はい、福西さんはね、実は AJ も今日初めてっていう。そうなんです。スペシャルな日なんですよ。はい、アニメジャパンの登壇自体が初めてになるんですよ。みんなすごい、おめでとう。いや、拍手ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。本当に嬉しい、はい、はい、いやもう日に日にそわ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 していて、うん、本当に早く皆さんに見ていただきたいという気持ちと、私の心の中の思い出にちょっととどめておきたい気持ちもありつつ、うん、でもやっぱり皆さんに見ていただきたい気持ちの方がでかいですね。そうですよね、はい、一刻も早くって感じです、はい、日本の方はもちろんですが、海外の方にもね、楽しんでいただきたいですからね、はい、楽しみにしている方は本当に世界中にいらっしゃると思うんですが、はい、この作品、まあね、なんといっても、まあ、キャラクターもちろんたくさん個性的なキャラクター出てきますけれども、はい、怪獣たちもね、重要なキャラクターになってきますが、福西さん、なんか気になる怪獣とかちょっとご紹介いただけますか。やっぱりもう情報出てるんですけど、はい、お名前が出てるんですけどね、怪獣のトリコネフィラっていう怪獣がいまして、あの人面蜘蛛みたいな、そうそう、超でけえ人面蜘蛛みたいな、うん、それはそれは驚々しい怪獣がいるんですけど、いたね、彼ね、彼って言っていいのかな人っぽいからね。確かに、ゼイはね、あのね、アニメーションですごく見せ場が増えているんですよ。ねえ、動きが気持ち悪かったよね。気持ち悪くて気持ちいいというか、そうそう、それでこそ怪獣だっていう、うん、はい、うん、そういう怪獣の見せ場、あのもちろん人間のキャラクターもそうですけど、実は怪獣の見せ場もたくさんアニメーションで増えてるので、そういうところにも注目していただけたらと思います。そうですね、加藤さんは怪獣の印象いかがでしたか。そうですね、怪獣がおどろおどろしければおどろおどろしいほど、その逃げ惑う人々だったりとか、立ち向かう防衛隊員だったりのかっこよさだったり、生き生きとした生々しさみたいなものが、あの光ると思うので、それがとても素敵に作品になってると思いますね。怪獣の動きもね、もちろん注目ですし、私結構解体シーンが、はい、あ結構グッときちゃいましたね。グッとボボボって肉が出てくるとこね、はい、ちょっと言っていいの、気持ちいいみたいなありますよね。パルトさんはいかがでした。そうですね、やっぱりあのお二人と同じ意見なんですけれども、やっぱりその動きがリアルにこうつくことによって、アニメの中の世界なのに本当にいるんじゃないかっていう迫真というか、まあ、危機迫る感じがすごく見てて怖いなとも思いましたし、あと怪獣がいる世界ということで信号機があの赤青黄色だけじゃなくて怪獣マークがあったりとか、そういう世界観の作り込みが素晴らしいなと思いました。そうですよね、本当に隅々までね見逃せないなというところもあると思うんですが、そして8号のアクションはもちろん防衛隊員のアクションも見どころの一つかと思いますけれども、瀬戸さんは注目してほしいポイントというとどのあたりですか。はい、やっぱりあのかっこいい、こうなんていうんだろう、泥臭い戦い方ももちろんね、あの熱いんですが、まあ星名であったり、はい、ミナであったり、この隊長クラスの人たちの戦い方はなんかもうその戦いに慣れてるというか、う洗練された戦いで、いやお強いですからね、なんか切れ味の良さというか、うん、ね、切れ味、あ、切れ味といえばめちゃめちゃ雑な振り方されましたけど
まあ、そうですね、星名は、その隊員の中では、まあ、刀を扱った戦い方が得意というところで、はい、やっぱりこう対、まあ、小型怪獣だったりとか、まあ、中型の余獣だったりだとか、うん、そういった戦いをこうなんかスピーディーな動きがすごく魅力的 でやっぱりそこを最後締めてくださるのがやっぱミナのこう一発にかけるあの激しさみたいなものがね、はい、あの華奢な体からは想像もできない力強い武器を使いますので、そこも見どころだと思います。このあたりは志願者の皆さんから見て どうですか。いやもう憧れそのものっすよね。もうついてる SE が違うんでやっぱり音もね、はい、音が全然違うんで重いですよね、はい、一般隊員が撃つとパンパンってぐらいのがみんなが撃つとブル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 BGM 劇版もまた一つレベルが違うというか、やっぱり派手なシーンになるとすごい音楽もギャリンギャリンギャリンと盛り上げてくれる、うん、なんでここまで盛り上げてくれるんだろうと思ったら、うん、この作品全編フィルムスコアリングで作られてるんですよ。すごいよね。フィルムスコアリングって何ですか。あ、フィルムスコアリングというのはですねもう説明しようみたいな、説明しよう。フィルムスコアリングとはアニメーションの流れに合わせて一つ一つオリジナルで劇版を作ることである。そう、映像を作ってから音楽を作るっていうね。そうなんです。これがすっごくすっごくすっごく手間がかかると同時にすごくなんていうか作品を盛り上げてくれる大事な要素なので、うん、もうここは私本当に激推ししたいところなんですけども、うん、もうやっぱり見どころ、はい、ミナの砲撃シーンにつく BGM、はい、ぜひぜひ見てほしいなと思ってますもう福西さん本当目の付けどころが すごくて、私たちちょっと先に見させていただいてるんですけど、はい、もう1話のすべてを知り尽くしてるから音についてもすごい詳しいので、ね、いつか、ねはい、話せるタイミングが楽しみだね、はい、隅々まで見ておりますので、ねうん、ぜひぜひ SE まで再現していただいちゃって、ねやってます、そこもやってるんでしたっけ、ね、みたいなね劇場ももちろん素晴らしいですし、はい、あと今回主題歌がワンリパブリックさんとそしてヤングブラッド、アメリカとイギリスのアーティストが、はい、しかも書き下ろしで、いやーこれワールドワイドですよね。画期的ですよね。はい、どちらもかっこいいし、はい、なんていうかポップだし、あの独特な試みだなと思って話を聞いたときすごく嬉しかったです。そうなんですよ、やっぱり物語をね、はい、こうより一層盛り上げてくれる、こうスタートからワクワクさせてくれるオープニングになってると思うんですけれども、はい、皆さんどうですか、そのあたり主題歌に関しては。やっぱりあのオープニングのヤングブラッドさんの歌詞がその日本語訳をちょっと以前見せてもらったことがあるんですけど、すごい作品にすごい沿ったというか、さすが書き下ろしだなっていう感じの豪華な内容になっていて、それがね公開されたらぜひ皆さんにも考察だったりとか、まあ一生懸命和訳していただいたりだとか、そういう楽しみ方もあるかなって思いました。ファイルドさん、やっぱり世界の方が楽しみにしてる作品ってことで、はい、そうですね、X 過去旧 Twitter でもね、みんながこう同時に見れるっていう新しい試みもありますし、なんかやっぱり怪獣8号って世界規模のお話じゃないですか。だからこそ世界中の皆さんと同時に感動を共有できるっていうのは本当に大きな意義があるものなんじゃないかなと思います。うん、楽しみですけれども、さあそして福西さん、瀬戸さん、怪獣8号、さまざまな魅力が、ね、詰まっている作品ですけれども、はい、カフカとミナの幼い頃の約束、この2人の関係性というのが軸になっている作品でもあると思うんですよ。そのあたりいかがでしょうか。そうですね、やっぱりそこがあったからこその、ね、今の関係性というのもありますので、はい、そこがしっかりアニメーションでも描かれたことが嬉しいですし、はい、私は小ミナの声も担当させて、はい、幼きミナ、はい、担当させていただいたので、はい、なんかより今のこの27歳で防衛隊の隊長を務めるミナとのまたそのギャップ、過去とのギャップといいますか、そういうところが見えたり、個人的に役者としても同年代の浅見さんがすごい自分が高校生ぐらいの時から活躍しているのを割と一視聴者として見ていた立場なので、今横に並べているという立場がなんかちょっとカフカとミナに似てるというか、理想図を今描けているんじゃないかなと思って、